内最大の暴力団である六代目山口組、それに次ぐ勢力の住吉会代表、関功が5月31日、死去した、76歳だった。暴力団社会では、葬儀やトップが代わって組織を継承した際の襲名披露などは、義理ごと、と呼ばれ、最重要儀式とされている。関の葬儀は出身母体である共和一家の千葉県内の施設で6月上旬に行われた。六代目山口組組長の司忍をはじめ、全国から多くの暴力団の最高幹部が弔問に訪れた。前2回の1回目、警察庁によると、住吉会は18都道府県に参加組織を従え、最新データの2021年末時点で約2500人の構成員が確認されている。構成員数では6代目山口組の約4000人に次ぐ国内2番目の巨大組織だ。それだけに強化とともに、暴力団業界のオールスターと言っても過言ではない。国内の主要暴力団の代表者らの名前が書かれた名札が祭壇を飾った。関の家の左右には住吉会の現会長である小川修司の名札が世主として掲げられ、そのすぐ横の最も高い位置に6代目山口組組長の司の名札が、額側には住吉会に次いで国内3番目の暴力団組織である稲川会の総裁、清田次郎の名札が配置された。6代目山口組若頭の高山誠二、稲川会会長の内堀和也のほか、2021年8月に暴力団トップとしては初となる死刑判決となった工藤会総裁の野村悟の名札も掲げられていた。首都圏に拠点を構えるある指定暴力団の幹部は、強化や名札の配置は重要、と打ち明ける。親分たちの勘目、キャ、リア、によって上から順番に配置される。祭壇の写真を見ると、世主のすぐ横に、司、とある。これは、六代目山口組という国内最大組織の親分だからこそ、メンツを気にするヤクザの世界では、どのような序列で親分の名前を配置するかということは、非常に気を使う。また、別の指定暴力団幹部は、名札や強化が斜めになっていないかどうかといったことまで考えないといけない、と明かす。弔問には六代目山口組、稲川会などの代表者らが訪れたが、住吉会と六代目山口組はかつて対立構想が危惧されたことがあった。2007年2月、東京、西麻布で住吉会系幹部が六代目山口組系の組員らに射殺される事件が発生した。結局、双方の間で話し合いが持たれ、て和解したが、その後の交流はほぼなかったのが実態だった。しかし2014年4月に関が住吉会会長に就任すると6代目山口組との関係を深めることが模索され、2016年9月には、関と司、当時稲川会会長だった清田との三者による会談が実現、関体制となって以降は友好関係を維持してきた経緯があった。国内ナンバー2の組織のトップの葬儀とあって、参列した全国の幹部らが持参した香典も巨額となったようだ。前田市の首都圏に拠点を構える指定暴力団の幹部はこう話す。香典の額は何千万円単位となるだろう。数千万円を包んでくる組織もあったのではないか。ただ、金額については前例踏襲で、特定の人だけ多額になるなどということはないわ。図、香典は葬儀関係にかかった諸経費を差し引いて、一部を組織に納めて残りの7割前後は、遺族に渡されることになるだろう。これまで自分が関係した組織での葬儀でもこのようにしてきた。それは住吉会の今回の葬儀でも同様ではないか。一方で、近年は暴力団への世間の風当たりも厳しい。暴力団排除の意向が社会全体に浸透してきているため、寺院や葬儀場を利用できないのが実情だという。強化の配置は重要、と話していた前田氏の幹部はさらに打ち明ける。ヤクザだということで葬儀場などは利用させてもらえなくなっている。幹部が亡くなると、葬儀が行われそうな寺や葬儀場などには警察から事前に、受け付けないように、と連絡が入るよう。だ、警察の要請を突っかねて受けてくれる寺など最近はない。だから今回も住吉会の共和一家の事務所で行われたのだろう。長年にわたって現場で暴力団犯罪の捜査に当たってきた警察当局の捜査幹部は、義理ごとはヤクザを逮捕する大きなチャンスだ、と捜査側ならではの視点で手の内を明らかにする。ヤクザにとって義理ごとは最も重要な儀式で、欠席などはまさに、義理を欠くこととなり許されません。大きな行事には、必ず姿を現す。だから事件の容疑者となる人物については、義理ごとの日に逮捕状を持参して待ち構える。
そこで身柄を確保して逮捕するんです。逃走しているヤクザを追いかけるのは非常に困難なだけに、義理ごとの日は最も確実、実際に良し。理事の日に狙いを定めて逮捕したこともあります。大昔は警察とヤクザの間にも、義理ごとの最中には逮捕しない、という暗黙の了解があったようです。例えば葬儀だとか、どこかの親分の襲名披露などの刑事の際には逮捕状が出ていても執行しない。その代わり、義理ごとが無事に終わった翌日には出頭してこい、と伝えると、その通りに出頭してきたものだったとの話を聞いたことがあります。しかし、そんなかつての牧歌的な時代の話は、現代では到底ありえない、とも主張する。近年のヤクザは何が何でも逃げる、義理ごとが終わるまで、などと待っていたら、必ず逃げられてしまいます。逃走支援というほどではないが、かくまう組織は各地にあります。から、ましてや、翌日に出頭してこい、などののんきな話は言語道断です。だからこそ、義理ごとが逮捕のチャンスなんです。警察とヤクザの、人情話、も、今は昔ということなのかもしれない。ネットの反応、どのような序列で名前を配置するかということは、非常に気を使う。名札や教科が斜めになっていないかどうか、にも気を使う。って、そんなもんヤクザでなくても当たり前でしょう。大会社なり役所の上の方なり、20万300人規模の告別式になると、序列の決定だけで数人が名簿を囲んで長時間かけて詰めます。関係者以外にはあまり知られていないだけで、肩着も全く同じですよ。数千万の上に貢ぐ余力はあるのか、若い構成員から巻き上げたのかな、組に金を納め続けるよりは、自分で真っ当に働いて稼ぐ方が良いと思うが、国際刑事警察機構、ICPO、では、日本はマフィアが堂々と事務所を構えていて、それを警察が守るかのように警備していることを不思議がっているらしいです。懲役太郎さんが一時団体には葬儀の会場と人員は自前で用意してあるって言ってた。葬儀屋さんより、間違い、起こさない人の用意はあるって、ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高。